はい、というわけで本日から、本日じゃないわ、明日から福岡ポップアップってわけなんですけど、めっちゃ福岡なんかお盆過ぎてからめっちゃホテル安くてやばいとこ借りました。はい、じゃじゃーん、えぐいでしょこれついてんので、部屋はこんな感じです。すごー。はい、暇すぎてついてきた女、ついてきてない、追いかけた、追いかけてきた女。はい、こんな感じですね。ここはお風呂もこう、すごってマジテラスハウスじゃん。テラスハウス、すごー。はい、でね、はい、ここの下、ここの下のカフェでダカフェやってたので、うん、買って、いや俺いらない。え、でというわけで今日はこういうペントハウスにせっかく泊まってるんで、ここで料理してみんなでご飯食べたいと思います。で今日は何を食べるかっていうと、イエス、ダンシングクラブ。見えてない見えてない、あ、ダンシングクラブそんなにね、なんか市場行ったんだけど時間間に合わなくて、なんかもうちょっとホタテとか、まあちっちゃいアワビとかイカとか、そんな豪勢なものは用意できなかったんですけど、エビとかね。で、やっぱダンシングクラブなんで、はい、カニは重要ってことで、まあ一応キリガニっていうのかな、これ。はい、でですね、せっかくならワイン飲みたいよねってわけで、はい、2本買ってきました。イエイ、フランスのソービニオンブラン、私の地元大分のソービニオンブラン、やっぱ九州だからありました。すごいね、ウンゼンハム、うまいよね、超テンション上がる。え、動画でも紹介したことあったっけ、ウンゼンハム。あるある、あるか。はい、これウンゼンハムね、美味しすぎて俺一回もう従業員の家族みんなに送ったから。どこにさ、どこのやつなの。長崎。はい、九州だとスーパーで売ってる、最高。じゃあちょっとこれ炒めてワイン飲みたいと思います。こちらが我が地元の隣のワインです、はい、宮崎もね、角ワインってあるんだよね。開けていい？いや、え、お茶で気分味わう？味わう。コーラもあるよ。あ、コーラにしよう。コーラで味わう、同じ気持ちを。ボーイフレンド見た？うん、うまっ、うまっ。いただいていい？はい、もちろん。うわ、マヨネーズ欲しかったね。うわ、確かにね。いただきます。うまっ、うまー、やっぱ美味しいな。うまいねー、うまいねこれ。うまいわ、うまい。味付けなしでしょ。味付けない、最高じゃん。塩コショウ振ってもいいけど味がもううまいね、うん、あとマヨがあったら本当よかったね、うん、大名のボセにて福岡ポップアップ開催中。はい、じゃあフライパン、はい、このフライパンにオリーブオイルとニンニクを入れます。オリーブオイルは俺結構ね、たっぷり入れていいんじゃないかな。オリーブオイルは結構たっぷりで、おろしニンニク、まあチューブでいいです今回は。はい、で、ヤングコーンは若干下茹でします。あっちゅ、はい、で、ここに海鮮ドボン、はい、海鮮を投入しました。こちらヤングコーン、ちょっと塩振ったらいい。あ、野菜入れるの忘れてた、野菜入れるの忘れてた、ミスりました。じゃがいもと人参買ってるの忘れたんで、これ今から後追いで追加します。じゃんじゃじゃん、でかトマト缶、まあ大さじ6、あ、すごテンションだけど混ぜるから、いきます。はい、どうぞ。ダンシングクラブ、じゃじゃじゃーん。あとはもう手でむしって食べていく。いただきます。じゃあごけそにだ、うまい、うまい、うん、よかった、よかったって名前出ない、ヤングコーン買って俺もびっくりした、お前名前出ないヤングコーン買って今のはなるよね、うん、いただきます。うまい、うまくない？わー、うまっ。リカキンさん、これガンガン噛みつぶしてたよね。あ、つぶして、ここのテープに穴開けてたけどさ、よう考えたらこれすごいね、リカキンさん。そりゃそうか、俺に終わったよ、ギュッて。うん、なんかお菓子でこの味ある。ほんと？なんかドリトスみたいな、あ、そういうやつ。あー、ドンタコス、
みたいなやつ。トイストーリーに出てくるやつでしょ。あのトイストーリー2でさ、うん、おじさんが買って取るやつ。あーピロッと舐めるやつでしょ。あれあれだよね。ディズニー一番好きなのは、もう女の子あるある。いやけど選べない俺、ディズニー好き。女の子みんなラプンツェルって言わない。まあそうだね、うん、まあまあ、何が好き。何カーズ、ミスターインクレディブル。ミスターインクレディブルだな。見たけど話覚えてないね。ミスターインクレディブル出るね、新しいの。私は出る。そうなん、うん。ディズニー系ばっか見てた。うん、ディズニーかトムとジェリー。団子三兄弟とかしか記憶にないねんけど。あ、逆にあんま NHK のも見てないんだよね。ゼンマイ侍とか。ゼンマイ侍らしいな。あとお化けのなんちゃらみたいな。人形のやつ。学校なく。うん。あれな、あれ学校休んでる先生が犯人みたいな。伸びろ。あ、そう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 。何それ。平日の9時ぐらいにやってるから学校休んだ時しか見られない。え、何それ。対談話？いや俺不登校だからかな、めっちゃ見てた。いや俺も不登校だったよ。小学校やで。小学校5年生不登校だったり、1年間ぐらい。寝てたんじゃん。じゃあ。あ、寝てたかもしれない。9時やったら、だって学校。いやいや違うよ、学校行かない代わりに家でドリルするっていうのが約束だったから。起きてる。じゃあドリルしてたんじゃん。ドリルしてたのか。真面目にね。逆に不登校でその制度だとそっちの方が厳しい説だったね。うん、マーキー不登校だったかな。俺は普通にお寝坊さんだった。え、それ何年生の頃話してるの。え、ずっと小中。お寝坊さんってかだって小中学生の頃だって 毎日朝まで通話してたじゃん、うん、てかさ、なんでさ俺らそんなに毎日やってた。 俺が誘ってた。スタイプショーって。いや、あのあうんの呼吸だったマジ。うん、だってさ、学校から帰ってきたら謎にマキスカイプしてんだよ。キモい。いつまで一緒におんねん。キモい。え、あれどういう流れでさ、帰ってマキスカイプしようみたいな感じだったのかな。うん、違うよね。あ、いや違うわ。思い出した思い出した。スカイプってオンラインオフライン機能があったんだよ。あったかも。で、オンラインになってたらとにかく通話かけるってのがなんか普通になってたから多分それでかけてたんだよね。うん、本当に毎日だった。うん、喋る。喋ってない。ない、うん、え、中学校、中学校。中学校。好きな子いるみたいな。いや、この YouTube がどうこうとか、この動画めっちゃ面白いってシェアしたりとか。何も変わってないやん。で、マーキュリー、マーキュリーはスカイプしてんのに、あのスピーカーで YouTube 見るんだよこいつ。うん、うるせえんだよこっちまで音入ってきて。テレビ見てたりね。そう、テレビの音もうるさいんで、スカイプして生活してんねん。そう、うん、で、急にお母さんが入ってきて、お母さんが洗濯物とか畳み出して、そこでお母さんと喋る。もうお母さんとも喋んねん、スカイプでね。マーキュリーと初めて会った時もスカイプしてて、何年ぐらいしょ、何年経った。え、2年ぐらい経って、2、3年ぐらい経った後に初めて初めて会った、会った時どんな感じやった。なんか初めて会った気しなかった。顔はだって、そっか、動画やか、動画スカイプって、うん、カメラつけてやってたよ。変な人たちなんや。誰が俺か。俺が変、うん、変じゃないよね。変やんな。普通ではないんだ。だから地元の友達と遊ぶってなってもみんなでツイキャスするとかだったよ。うちに来てみんなでツイキャスするって。誰が見る。100人ぐらい見てんだよ。そ, ね、それは何、 YouTube 見て。だからツイキャスがすごい盛り上がってたんだよね、確かに。ツイキャスが始まった年。あ、そうだよね。え、中学生の時、うん、そんな昔から、うんうんうん、その当時はツイキャス始めたら勝手にツイートされるの。モイッ、あ、そう、モイモイモイッキ。大喜利する。大喜利、めっちゃ編集でカット入れるけど。いいよ。大喜利自信ある。できる。意外に意味わからんことによって面白いの出そうじゃない？じゃあ。知識ってなんか知識ある人が面白い。知識っていうかもうマジで着眼点って言ってた。バカリズムが。じゃあこんななんとか嫌だっていいお題。うん、どんなやつってこと？うん、じゃあこんなカニは嫌だ。どんなカニ？掛け事をするときに絶対じゃんけんだけはやめような。じゃんけんだけは絶対やめようなって言ってくるカニ。いい。
一発目ですごく素晴らしいと思いますそれはそうなるよね、うん、コミュ障しかいない飲み会何が起こる？はい、はい、一生乾杯の温度がない。あ、一生乾杯できない。どんなことが起こる？はい、はい、2杯目の注文ができない。あー、わかる。めっちゃあるある、あるある、ちょっと待って、あるあるじゃないからねはい、ウルトラマンがすぐに帰った、なぜ思った以上に怪獣ちっちゃくて踏んづけちゃった。来た瞬間にね、踏んでもう用意済んじゃったね、じゃあ。あわかる、え、わかる、大喜利してたらめっちゃ飲むペース早い言い訳だよねなんか恥ずかしくなって飲むしかないんだよ、飲むしかない。まあ俺一番好きな回答これだわ、3分前行動それいいね、それいいね、これ一番好きかもしんない。はい、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった、美味しかった。